ここからは、N スタが全力で応援したい人や物をピックアップする激推しさんです。今日の推しはこちら。病気で両足と両手の指を失った45歳の義足ランナーが、あさって開催される熊本城マラソンでフルマラソンに挑戦します。その挑戦の日々を取材しました。競技用の義足を吐き、

両足と手の指の切断でした。自分の想像もしてなかった現実がいきなり突きつけられたのと痛みが来たので、もう心が折れてしまって、もう主治医の先生にどうして私はあの時死なせてくれなかったのって、もう泣きじゃくって。そんな横田さんを家族らは支え続けました。立ち直りつつあった横田さんは。 競技用の義足を体験するイベントに参加そこで走れる喜びを感じたといいます横田さんの挑戦が始まりました特訓を重ね3年前に熊本城マラソンに初出場しかし足に痛みを感じるなどしたため22.6キロでリタイアしましたリベンジを果たすべく

やっぱり辛いことだったり悲しいことっていうのはあるんですけど、やっぱそこから諦めずに、何か一歩踏み出したら、必ず自分の笑顔につながるっていうことを、これからもあの挑戦を通してあの伝えていけたらなっていうのはありますフルマラソンを挑戦し続けているのが、横田久代さん45歳ですあさって、熊本城マラソンに義足で挑戦する女性ランナーです。 久代さんは夫の淳さんと2人の娘さんの4人家族です2017年当時40歳の誕生日を迎えてすぐに重い感染症で手足などが壊死してしまう電撃性死犯病を発症しました医師からは両足そして両手の指を切断しなければならないと告げられたといいますその当時は主治医にどうして私を死なせてくれなかったのかと泣きじゃくったと思いを語っています ただ治療のために手術を行いましたその直後こんな出来事があったんです久代さん想像もしていなかった現実と痛みに泣きじゃくっていましたその病室に塩味のおむすびが運ばれてきたといいます久代さんは泣きながらもこのおむすびに無心でかぶりついたということなんですその姿を見た夫の純さんが泣きじゃくっていてもおにぎりは食べるんだと その一言に久代さん、ふと我に返り話題がこみ上げてきて私、生きられるかもしれないと前向きにこう考えられるようになったということなんですその後、リハビリも行いまして知人の紹介でマラソンに出会うということになりますそして2020年初めて熊本城マラソンに挑戦しましたこの熊本城マラソンというのは熊本県内でテレビ中継が行われるんですね。 元気にこう走っている姿を見せることで、これまで支えてくれた人々に恩返しができるのではないか、そう考えて挑戦を決めました。しかし、家族からは、特に娘さんですね、周りにどう思われるか不安、お母さんの姿を見てもらいたくないと挑戦に反対していたということなんです。ただ久ささん、家族の反対を押し切ってマラソンに参加しました。 初めて2ヶ月だったということなんですが、目標としていた14.5キロ地点の自宅の近くも通過し、22.6キロでリタイアしたということなんです。こうやって一生懸命走っている、挑戦しているお母さんの姿を見て、家族は応援したくなったと考えが変わったということでしたさらにマラソンの挑戦、続きまして、久代さん、去年の12月、ハワイで行われたホ,ホノルルマラソンにも出場しているんです。 このホノルルマラソン、制限時間がないということで、娘さん2人と挑戦しました、42.195キロを10時間42分で完走したということなんです。 久代さんは諦めなければ叶うんだという体験をしてきましたとさらにやはり沿道の応援やサポートがあって感想することができたと話していますきっとね当たり前だったものであったり日常が突然変わるということは誰にとっても大変こう乗り越えるのが辛いことだと思うんですけれども久代さんの本当に元気な姿を拝見してますと周りの方もこうパワーをもらってるんだろうなということすすごく伝わってきますよね、うん、姿を見るだけでそのエネルギーの強さが分かりますよね。うん 私も初めてのマラソンを一度だけ走ったことがあるんですけど本当に一番辛い時に小さなお子さんがですねチョコレートをたくさん持ってエントリに立っててくれて<ー>それを見ただけで残り十何キロもう私、諦めてたんですけどなん、はい、とか走りきれたんですよね、そんなこういろんな応援があってマラソンって本当にメンタルなんだなってことを自分でこう体験をしたので久江さんの,この心の強さ、はい、本当にすごいなと改めて思いますね。さ しますよね。さあ、そんな久代さんですが、3年ぶりに開催される熊本城マラソンに再挑戦します。制限時間は7時間ということです。目標は30キロいつ止まるかわからないけど、行けるところまで行きたいと抱負を語っています。こういった挑戦を続ける理由なんですが。 自分が病気になったことを悪いものにしたくないと思って退院したので挑戦することは自分との約束子どもたちにも諦めない姿を見せ続けたいと話しています、うん、さらにフルマラソンだけではなく今後の夢は、うんうん、富士山登山、スキー、ースノーボードーできることは何でも挑戦したいと本当に前向きに語っていました。いいひとまずはこのの熊本のマラソンですね頑張ってください